2010FIFA フフワールドカップ日本代表は2010年に南アフリカで開催された FIFA フフワールドカップのサッカー日本代表である。日本代表はアジア最終予選グループ A でオーストラリアに次ぐ2位となり4大会連続ワールドカップ出場を果たした。2008年に急病のため退任し退避サオシムから監督の座を引き継いだ岡田武史は 初出場した1998年大会以来2度目の大舞台での式となった。国際サッカー連盟が採用した新ルールでは、5月11日までに予備登録メンバー30名、6月1日までに最終登録メンバー23名を申請するという流れだったが、日本は締め切り3週間前の5月10日の時点で最終登録メンバーを発表した。 予備登録の7名は、事前合宿にも参加せず、代わりに練習要員のサポートメンバー4名をチームに帯同した。主力メンバーは2004年アテネ五輪世代と2008年北京五輪世代が中心となった。上の年代の黄金世代に比べると、国際大会での成績が見劣りするため、谷間の世代、谷底の世代と例表されていた。 ワールドカップを経験している30歳以上の選手も7名、おり、ゴールキーパーの川口農活と、奈良崎聖剛は4大会連続選出となった。候補に挙げられていた、石川直宏や香川真司が、最終登録から漏れる一方、岡田ジャパンでの実績が少ない矢野孝明や、大怪我により半年間実践から遠ざかっていた、川口農活が、サプライズ選出された。 岡田の監督就任以来、日本代表は前線からのプレッシングでボールを奪い、素早く攻撃に転じるサッカーを目指してきた。しかし、2月の東アジアカップやその後の国際試合では得点力不足や守備の不安を払拭できず、岡田は本大会直前になって、剣手速攻スタイルへのシフトを決断した。アンカーシステムの採用は5月30日の イングランド戦、ホンダの1トップ企業は6月10日のジンバブエス戦が初めてであり、6月14日の初戦までに時間のない急増作業となった。日時はすべて現地時間。日本 VS カメルーン、チーム 1V、チーム2オランダ VS 日本、チーム 1V、チーム2デンマーク VS 日本、チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2。 ありがとうございます。